皆さんこんにちは、まいです。今日はレンシスさんからカラコンを5箱もいただいたので、それのレビューをしていきたいと思います。いろんな種類があってすごい迷ったんですけど、そのうちの結構人気が上位なカラコンを5種類選んできました。でまず1つ目がサンドグレー、2つ目はサンドベージュ、3つ目はエイリンブルー、4つ目はエイリングレー、最後はマリーナチョコ。人気なカラーを5色選んだので、よかったら最後まで見てってください。ちなみに私の瞳の色はこうやって動画で見ると分かりにくいんですけど、焦げ茶色になってます。まず最初はサンドグレーをこっちだけ入れてみました。今両方入れてみました。こんな感じです。動画であんまり分かんないんですけど、自分で鏡で見てみると意外とこうブルーがかったグレーって感じです。グレーって書いてあるんですけど、ザ・グレーみたいな色じゃなくて、ちょっとこうブルーっぽい色が入ってるグレーになってます。でも近くで見ると結構カラコンの色がわかるかと思います。で外側の方に黒の縁があるので、ここ目がクリクリしたような感じがします。結構発色が強いカラーかなって思ったんですけど、でもつけてみるとそんなことはなくて自然な感じだと思います。普通グレーとかこういう色ってこう黒髪とかだとこう浮いて見えちゃうんですけど、でもこの色といいデザインといい、なんか全然黒髪とマッチしててそんな浮いてるように見えないので、髪が暗い人とかにもすごくおすすめだと思います。すごく可愛いし万人受けするようなこうデザインになってるので、人気の理由がわかる気がします。黒い縁があるので目がいつもよりうるうるしてるような感じ、可愛らしい印象があるかなって思います。このカラコンは韓国メイクとか結構目元を主張するメイクにすごくぴったりだと思います。次のカラーはサンドベージュをこっちにだけ入れてみました。さっきのサンドグレーと同じシリーズなので、こう外側に黒の縁があります。このカラコンもこっちの裸眼と比べると一回り瞳が大きくなってるデザインになってます。今両方入れてみました。こんな感じです。ベージュっていう割にはなんかそんな色の発色が強くない気がします。私は結構ベージュが好きなので、いろんなブランドのベージュのカラコンをつけてるんですけど、中でもこのカラコンのこのベージュの色は結構発色が抑え気味っていうか、そこまで明るくない気がします。さっきのグレーのやつもこのベージュのやつも、もう2つとも色の発色がナチュラルですね。近くで見るとちゃんとあベージュのカラコンつけてるんだなとは思うんですけど、これは遠くから見てもなんかあんまりカラコンの主張が弱いのでつけてるのかなって、結構微妙な感じですね、色の発色的には。なので高発色よりもこうナチュラルな感じが好きな人とかはすごくこのシリーズおすすめだと思います。このベージュもさっきのグレーも色がすごくナチュラルなので、このサンドシリーズは多分どんな髪の色とかイエベとかブルベとかでも全然つけても違和感がないと思います。次はエイリンブルーをこっちにだけつけてみました。こうやって見ると瞳の大きさはそんな変わらないと思います。ただ色が変わっただけかなって感じですね。今両方入れてみました。こんな感じです。エイリンブルーっていうカラーなので結構ブルーの要素が強いですね。外側はブルーになってて、真ん中はちょっと黄緑とかあと黄色系のカラーが入ったデザインになってます。
そういうカラーで構成されてるので、目がちょっと小さく見えるっていうか、そんな感じかな。あ、でも今の私の黒髪だとちょっと目がこうマッチしないっていうか、そんな感じなので、このカラーは髪が明るい方とかが合うんじゃないかなって思います。黒目が大きくなったりとかっていう効果は全くないので、目の色だけをこう変えたいっていう方におすすめです。色のデザインがすごい海外風なので、海外メイクとかきつめのメイクにすごく合うんじゃないかな。でもこのカラコンの色はイエベよりもブルベとかの方が合う気がします。次のカラーはエイリングレーをこっちにだけ入れてます。これもさっきと同じ、まあ、エイリンシリーズなので目の色が変わるだけですね。こっちはグレーなので、さっきのブルーよりかは色が落ち着いてて、まあ、黒髪の私でもこっちのグレーのカラコンはそんななんか違和感がない気がします。まあ、でもやっぱ色の構成がやっぱ明るいので、デザインも放射線状みたいな感じになってるので、まあ裸眼と比べるとちょっとこっちの方がこうどうしても目が小さく見えちゃうっていうか、そんな感じがします。今両方つけてみました。さっきのブルーよりも両方つけても黒髪と馴染んでるっていうか、目元が浮かない感じがしてるので、やっぱこっちグレーの方は髪が暗い方でもつけれるかと思います。この色はすごく綺麗で、目はそんな漏れないけど色がものすごい綺麗なので、これは意外とおすすめかも。グレーっていう割には結構ナチュラルな感じかなって思います。発色がナチュラルなので、初めてグレーに挑戦したいっていう方にもつけれるカラーかなって思います。最後はマリナチョコになります。こっちにだけつけてます。裸眼と比べるとこっちの方が瞳が一回り大きくなってます。でも大きくなってるだけで、なんか自分の裸眼とそんな変わんない気がします。チョコって書いてあるんですけど、色の発色がそんななんかチョコっぽくないっていうか、なんかチョコの要素どこだろうって感じかな。今両方つけてみました。このチョコは色の主張が弱いっていうか、カラコンつけてる感じが全くしないですね。だから遠目から見てもカラコンつけてると気づかないんじゃないかな。黒目はちょっと大きくなって目元がうるうるしてるから、まあ、何かしらはつけてるとは思うっていう感じ。なんか思ったよりももうちょっとチョコが発色するのかなって思ったんですけど、これはちょっとあまりにもナチュラルすぎる感じがします。まあ私はもうちょっと発色してる方が好きなので、自分的には物足りないかなって思うんですけど、でもナチュラルが好きな方とかにはすごくぴったりだと思います。なんか黒目だけ大きくさせたいとか、目元をうるうるさせたいとか、クリクリな感じが欲しいとかっていう方には結構おすすめだと思います。でも本当にもう近くで見たら、あ、なんか焦げ茶色のカラコンつけてるのかなって思うんですけど、でも遠くから見ると全然わからないっていう。このカラコンは高発色なわけではないので、こう明るいカラコンがつけれない場所とかには向いてるかなって思います。今回マイチャンネル登録者専用のクーポンもご用意しております。500円引きになってるので、よかったら買い物する際は使ってみてください。今回私が紹介したカラコンは概要欄の方でリンクを記載してあります。私のこの目の色がちょっと焦げ茶色になってるので、色の発色が暗めだと思うんですけど、明るい瞳の方だともっと綺麗に発色したりとかするので、レンシスのサイトにもこの目のこの明るさ別にこのカラコンをつけてる画像とかも載ってるので、よかったらそちらも参考にしてみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方もお願いします。それじゃあバイバーイ。